い、まやじゅんです。まやじゅんスタイルへようこそ。コロナウイルスの拡大、本当に日々ちょっと心配ですよね。アメリカでもお友達ともうその話題で持ちきりです。日本ではなんかトイレットペーパーとかマスクなんとかこうね不足しているということなんですけれども、昨日私もちょっとね何があるかわからないし、アメリカでもなんかここ、2週間3週間ちょっと警戒モードって拡大する恐れがあるっていうようなことなので、まあある程度ね食べ物とかお水とか備蓄しておこうかなと思ってコストコ行ったんですよね。はい、コストコに来てます。もうコロナウイルスでちょっと備蓄した方がいいということでコストコに来ました。私もねちょっとこうあまり空いてないような新しいところでビジネスセンターっていうところ行ったんですけれども、トイレットペーパーねどうかなと思ったらこんな感じで、もうアメリカはその心配がないんじゃないかっていうぐらいにも山のように在庫ストックが積まれておりました。私もねなんかねもうどうしなくなったらと思って、まあ女性はねいろいろストックが好きだったりするので、でもまあこんだけあれば大丈夫かなと思って、まあ一つだけまあ一つって言ってもねコストコですからサイズ大きいんですけれども、ワンパッケージを買いました。あとまあお水は私は水道のお水は飲まないので、お水とお水もまあワンこうパッケージだけと、炭酸水が好きなのでペリエと、あとペリグリノですかを買いました。小さい小瓶のサイズですね、ワンボックス買いました。ペリエはちょっと多めに2つすぐなくなっちゃうので買いました。まあそんな感じです。なんか同じアメリカでもハワイの方だと結構なんかコストコなんかでももういろんなものがなくなり始めてて、みんなお水とか買ったりとか、トイレットペーパーもなんかすごくいっぱいこう何個も何個も一人買う人がいて在庫がこう減り始めてるっていうようなことを聞きました。アメリカにもなんかこう日本のななんか何々がなくなるみたいなことがやってくるのかなと思ったんですけれども、まあ広いのでねこれ辺は割と私はのんきに構えてるんですけれども、はい、それで、今日はですね免疫アップっていうことで、アメリカだと割とこうシャワーだけっていう日が多いんですけれども、免疫アップということでなるべくねこうお風呂タイムを楽しもうと思って湯船にこう使ってリラックスする時間とかね、そういうのが大事かなと思って、そのお風呂タイムを楽しむためのグッズを一つ紹介したいと思います。これからお風呂タイムです。お風呂タイムのグッズこちらを紹介したいと思います。これは何かと言います と、お風呂に入りながら iPhone を挟んでこう YouTube 見たりとか、まあオーディオブックとか、まあ、Kindle とかのこう本聞いたりとかもできるし、音楽も聴けるし、まあ動画も見れるし、こう便利ですね。でお風呂に入ってもこの iPhone なんかは割と最近のは水没しても OK みたいなところがあるので結構便利でいいなと思ってます。お風呂今ね全然そのままなんですけども、こんな感じのバスルームはこんな感じなんですけれども、はい、今お湯をためたところなんですけどこんな感じですね。お風呂ちょっとお待ちくださいね。今反対側にしてみます。お風呂こんな感じで、半分ぐらい最初お湯を入れて中に入りながら、急に暑いとなんか温度調節が効かないので、
入りながら温度を上げていくっていう感じですね。どんな感じかっていうと、こういう感じで携帯をこうやって挟んでいます。お風呂は免疫を上げる効果もあって、新陳代謝も活性化させるので、美容と健康にもいいということでね、本当はね毎日入りたいなと思うんですけど、なかなかやっぱりアメリカにいるとシャワーだけっていうことが多いんですよね。日本にいる時はねお風呂を毎日入るっていう習慣があるんですけども、なかなかねこう湯船に溜めてゆっくりとっていう時間もなくて、シャワーでパッ、まあ、特に朝シャワーに入ってこうねこう目がパンって開くのでもうそういう習慣がついちゃってるので、まあこれからはお風呂もねできれば湯船にゆっくり使って入るような時間も持ちたいなと思ってます。それからこんなことを特集してほしいとか、こんなことをちょっと聞いてみたいっていうようなことがあれば、ぜひ下の概要欄にメッセージをくださるか、もしくはですねFacebook の方に、コメントしていただければと思います。先日も Facebook のお友達の方からコメント欄にハリウッドのオーディションはどうやったらいけるのっていうような質問をいただきました。いろんなねちょっとアメリカに来てこうもう女優活動とかモデル活動とかいろいろしたいなって思っていらっしゃるようなんですけれども、一般の方なんですけれども、まあちょっとチャレンジしてみたいとか、日本からでもできるのかとか、そういった質問をもらいました。どういう仕組みになっているのか、オーディションに行く方法とか、どうやったらエージェントに登録できるのとか、どんな風になってるのとか、まあそういうような質問だったんですけれども、一つ一つ私が知っている限りの情報をお伝えしたいと思いますので、まあ次回まとめて YouTube の動画にしたいと思います。お楽しみください。またいろいろねこうリクエスト聞きたいこと質問などありましたらばメッセージお待ちしております。はい、マヤジュンスタイルいかがでしたでしょうか。参考になれば幸いです。マヤジュンスタイルでは日々のライフスタイルとかいろいろ考え方とか美容情報とかローカルインフォメーションなどをお送りしております。よかったらいいねボタンと登録チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。 See you next time.